吉田輝星、電撃トレードに、驚いてます。個人的には悔しい。吉田輝星、電撃トレードに驚いてます。個人的には悔しい。オリックスへ移籍、応援してもらえるか不安ですけど精一杯プレイして、オリックスは若手投手陣が次々と台頭。年が近い人たちも活躍しているし、全体的に球速が速いイメージがあるので、どういうんな練習をしているのかなっていうのを自分の目で確かめて参考にして自分も練習できればと思いますと前向きに捉えた。環境もガラッと変わりますし、どこで投げるかっていうのも行ってみないとわからない部分もあるし、危機感を持ってもう一回気を引き締め直して来年は心機一転頑張りたいなと思います。トレードを成長のきっかけにする思いだ。その前のコメントとか見ると日ハムで相当甘やかされてたんだろうなって感じだ。まだまだ自分の席はあると思ってたからトレードでいきなり競争させられる実感が湧かないんだろう。吉田は人気面はすでにあるが実力でも吉野部の後釜になってほしいわ。こういう素材はきっかけ一つで殻を破れるもんや。ハムですがまだ書かれてない吉田の取説です。趣味は釣り、お菓子や甘いものが好き。この秋はシュートに取り組み中、フィールディングはうまい、記者やファンへの対応は良い、だいぶ厳しいとは思いますがよろしくです。前島っていう二軍施設の周りは釣りスポットや、安心して釣りできるぞ。まずは食事から見直した方がいいかもな。今はケトジェニックやってる。藤川に指示したり、則本に指示したりと何か瞑想気質あるからコントロールする人がいた方が良さそうね。吉田の使いどころが見当たらない、こけてもノーダメだが、サチヤの日ハム移籍が決まってたりして。まあうち来たからには応援するで、黒木も新天地で頑張れな。吉田も22年は普通にリリーフで奮闘してるからその時みたいにまずは投げられるようにして。ご視聴ありがとうございました。